ああ、こんばんはー。これね、この前吉沢ちゃんにね、教えてもらったんだけどね、このポーズ。意外に慣れるとできるね。ということで、今日は、来たー。お母さん、もう吉沢恨むわ。今日はね、パソコンのですね、ゲーミングモニターを新しくしました。その名もね、IO データの 240Hz。 そして、応答速度がなんと 0.6ms というですね、もう訳がわからん。ちゃんとね、人間の目でわかるのかっていうね、 1ms と 0.6ms の違いわかんのかなっていう感じなんですけど、 240Hz のね、モニターを買いました。今ね、こちらに映ってるね、このモニターね、実はね、奈良さんに引っ越し祝いにもらったんですけど、こっちでね、60Hz しか出ないんですよ。僕はね、ずっと 144Hz 出てると思ってずっと言ってたんですよ。それが騙されました、七香さんに。ということでね、こちらのモニターね、実際こっちのモニターはめっちゃ画質綺麗なんですよ。でもちょっとね、ゲーミングモニターとしては使えないんで、これをサブモニターにして、新しく買った240のやつをね、ちょっとね、今から取り付けていきたいと思います。まずはね、開封していきたいと思います。どう痩せたかな、どう、みんなどう痩せたかな。結構ね、2日に1回走ったり、あと筋トレみたいな、こうやってトレーニングしてるんだけど、そういう動画じゃねえな。はい、じゃあ開けていきたいと思いまーす。いや、これでね、フォートナイトやったらね、もう最高でしょ。で、このモニターね、いくらかっていうと、 240Hz だからね、6、7万するかと思うじゃないですか。こちら42,000円、一番ね、まあ 240Hz のモニターの中では一番安いやつです。そうなんで、本当に昔ね、そこにあるね、BenQ の 120Hz のモニターがね、いくらで買ったけど35,000円、 120Hz で買ったモニターが32,000円で、これがね42,000円って、 120Hz の差があるのに、そんなにもこのね、モニターの値段安いってやばいよね。いや、これはコスパがいいなって。まだ使ってないけどね、フォートナイト FPS 無制限だから、だから 240Hz やったらもうぬめ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 どころじゃないよね。はい、こちらですね。よし、なんだこれ、アームがこういう感じ。あ、え、はい、どうも、ジャンヌ・ダルクです。嘘、なにこれ、ちょっと待って、なんでお前いんの、なんでお前いつもこういう実写動画にいつも現れるんだよ、お前。いや、この前写真捨てたのに、この前の部屋紹介動画でシュレッダーにかけたのに、ジャンヌの写真、嘘だろ。それも新品のモニターで、何これ、ガムテープで付けられてるし、怖い怖い怖い、めっちゃ調子に乗ってんじゃんこれ。なんだよこの引き伸ばした穴、いつの写真だこれ。腹立つ顔してんなこれ、俺は。いや、ほんと新品のモニターだよ、大丈夫ジャンヌがあんな風に。おいおいおい、これで映んなかったらジャンヌのせいだな。じゃあこちらを外して、お、アームかっこいい、青色のラインが入ってる、これかっこいい。で、これ自由自在に動くのかな。自由自在には動きませんね。はい、90度かな、動くのは90度ですね。これ、あ、でも結局ね、俺モニターアームにつけるからあんまり意味ないか。で、付属品が、リモコンと、あとディスプレイポートかな。そう、240Hz とか、高 Hz のモニターはこのディスプレイポートっていうコードじゃないと、HDMI だと出ないんですよね、240Hz が。確かそうだった気がする。いいね、リモコンでこれ切り替えられるね、いろいろ。いいね、これリモコンいいね。なんかモニターとかってさ、横のサイドボタンとかでさ、明るささ、変えなきゃいけないから、これめっちゃ便利。あとは土台。あとはないね。シンプルだね、やっぱモニターは。じゃあつけて、フォートナイトやります。はい、ということで、つけれましたー。いや、結
構大変。もうモニタームね、モニタームに一人でねつけるのマジで大変。これどうなってるかっていうと、こうなってますね。こうやってモニター浮かせてますね。こうすると下にスペースができるんですよ。でマイクを置けたりとか、まあ、USB を置けたりとかっていう感じでいつもこうやってます。はい、ということでこのままだとね、ちょっと 60Hz のままなんで、ちょっと設定で変えていきたいと思います。でこのリモコンすごいのが、全部ね変えれて、例えばここゲーム、FPS、RPG、ウェブ、ネットサーフィンですね。あとはスタンダード、これは普通になんか普通みたいな感じかな。で、ディスプレイポート HDMI で、今回はディスプレイポートにしました。はい、あとはねスルーモード、オーバードライブ、ナイトビジョンとかある。ナイトビジョンにしてみよう。あーちょっと白みがかった、なんだろうこれ。じゃとりあえず FPS にするか。フォートナイトなんで FPS モードにします。で明るさやばいねこれ。明るさをちょっと下げるか。おーすげー、リモコンでできんのマジですごいこれ。で明るさね上げるとねめっちゃ目悪くなります。これはパソコンとかね、PS4 とかね、モニター使ってる人に言いたいんですけども、あ勉強とか特にそうなんですけど、買った時めっちゃね明るさが強くて、で俺それで視力ね両目もう今ね 0.7 ぐらいまで下がっちゃいました。でここでこっちですね、こっちをリフレッシュレートを、あれなんでなんで120しか、待って、おかしい、待って、なんで半分しかないの。原因がわかりました。パソコンの元の設定、元のモニターの設定で変えられるみたいです。ディスプレイの詳細設定を開いて、ディスプレイ1のアダプターのプロパティを表示する。それで、モニター選んで、ここでね、画面のリフレッシュレート。ここで 240Hz。これで変える。これだ、これ。変更を維持する。はい。OK。うわ、やばい。うわ、これ滑らかだね。うわ、全然違う。これちょっと伝わるかな。ここまだわかんない。でも、これまだゲーム始まってなくないからわかんないけど。あ、すごい滑らかだね、ほら。で、ここにいろいろ説明書いてあってですね。オーバードライブっていう設定が、動きの速いゲームに、残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームで、よりくっきりした映像を楽しむことができると。これは、フォートナイトどうなんだろうな。ちょっと後でやってみますね。で、ナイトクリアビジョンが、これはね、暗いところをですね、より明るくして見せるみたいなですね、感じです。これいいね、これいいね。でも、フォートナイト基本的に全部明るいからそんなに関係ないかも。で、スルーモード。一部映像処理を無効化することで表示の低減を、表示の遅延を減らすことができますと。動きの速いゲームで操作と表示のズレを減らします。これフォートナイトいいかもね。スルーモードを後で使ってみよう。とりあえず今は、ゲームモードっていうのを押しただけですね。それでやってみますか。おー、マジか。やべえことになってる。マジか。全然違うぞ。前こんな数値見たことないぞ。すげえ。モニター変わるだけでこんなに変わるのか。全然違う。もうそこにある、そこにキャラクターいる、そこに庄司いるって。これいや、こんなにあれなんだね。モニター変わるともうすごいヌルヌルだもんこれ。あと感度はねちょっと低めになるのかわかんないんだけど、感度が若干変わるね。モニターによってやっぱりなんか変わるのかな。ね、じゃあ行きまちゅか。あそここの前ね、5時間かけてね、ソロピクロイしたんで、まあ、ちょっと生放送で見ていた方はわかるんですけども、もしねこれで勝ったら、あの時はもうモニターのせい、もう俺これからの放送も負けることなく、もうハイグル多分変わっちゃうからね。フォートナイトのスタイリッシュヌーブになっちゃうこれ。そっち側でやり合ってますね。行くじょー。二人とも何してんのこれ。おい恥ずかしいのか、おい恥ずかしいの、おい当たる、隠れてんなこれ。え、めっちゃ当たるんだけど、本当になんか滑らかに当たる。弾当たりがめっちゃよく感じる。え、これ最初だからかな。 PC 版でやってる方はねぜひねおすすめしたいですね。これはなんか若干他のモニターよりねこれ価格低くて心配だったんだけど、色合いもいいし、でリモコンついてるし、設定もね簡単に変えれるから、え、めっちゃいいんだけど普通に。このモニターどこ行った、うわーくっさ、何どっか投げてくんねんこれ。オッケー、何してんやんこいつ。オッケー、ふぅー、こわ、
なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこのマンジ兄貴、なんだこのマンジ兄さん、なんだこいつ、マンジすぎるぞ。あー危ね、あーくそマジか、うわー、正直 240Hz のモニターこれしか使ってないから他のモニターわかんないんだけど、めっちゃ世界変わりました。はい、これからねこのモニター使っていろんなゲームをですねこのゲームでやっていきたいと思うので、ぜひね皆さんお楽しみください。それでは皆さん、 See you!